グリーンルームビーチに行ってきまーす。もうレインブーツに、一応歌舞伎カップレインブーツにショーパンに、ほとんど空っぽになると思うんですけど、はい、そんな感じでございます。今私の母が来て息子を見てもらってるんですけど、なんか行けそうな感じ。うん、まあまあ最初はね、猫かぶってるんでちょっと感触起きないか心配なんですけど、まあ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 、なんかあったら電話来るやろっていうことで、ラジオはこんな感じでございます。サファリパッドに、何これ、アロハシャツ、うん、あの汚れてもいいペインターパンツに野鳥の会の、私はこの何年履いてんねんっていうハンターに、カラーブロックやったっけ、ロックオブカラー、カラーブロックのハットにでございます。では今からジャージャー迎えに行きたいと思います。土砂降りですけど、あの楽しみたいと思います。早く栄一姉さんとネバヤンを聞きたいなと思います。今日は土砂降りなんで、この何年か前にスーさんからもらったこのレインポンチを今日は活用したいと思います。そう、これは7年前ぐらいにあげたポンチョです。すごい活躍しそうです。今日は3、4回しか使ってんの見たこと、今までキャンプでな。あ、そう、キャンプでも雨の時とかしか見たことない。ここにつけていっとこうかな。完璧やん、雨装備。うん、完璧やろ。一人買っといて、自分はレインポンチョとかレインコートないので、私はダダに教えてもらったファミマのポンチョを購入しました。これ3軒ぐらい回ったよな。3、4軒回ってやっと終わったんですよ。なかったの、なんか知らんけど。2軒行ってなくて、で電話してダダがありますかってじゃあ2個だけありますって言われて購入しました。こんな感じ、こんな感じのレインポンチョです。着てないんだけど、1回も。真っ暗やと思うね。2100円ぐらいでした。はい、これもっとするよな。水曜1000ぐらい、半額。カラビナ買えば入れとったの。これでよ、ここに。これもここにしようか。入れれるデカさのバッグなんで。重い、マリンシューズ。これ履いてるんだと思う。最初なんか履いてんなと思って、これかと思っとって、マリンシューズ。見た目一緒。ではこんな感じで、ジャジャを迎えに行きたいと思いまーす。前回暑すぎて全然お酒回らなくて、調子乗ってジャジャとガバガバ一緒のペースで飲んでたら、帰りえらいことになったんで、今回は飲みすぎないようにえらいことになったって言っても別にそんな何もなってない。今回は飲みすぎないように、まあ今日は雨やしそんな暑くないんで、別に自分の酒の弱さを忘れていた。でも暑いからどっちも暑がりでめっちゃ汗飛んでいくからさ、全然弱んなとか言ってたら、えらい目合いました。まあまあほどほどに飲んで楽しみたいと思います。めっちゃ楽しみやし、行こう。上品な匂い。サムライブルーってシャネル、ちょうどよ。え、じゃあサムライブルーっていうやつ。ちょちょちょ、シャネルのブルーっていう、あ、ダンディーな人がつけるやつじゃん。めっちゃ上品。エロい系。あ、エロい匂いする。めっちゃいい匂い。うん、バリーいい匂い。ブルー、ブルードゥシャネル。オールドスパイス、硬いつけてない。つけてない。ポンチョ持ってきてるけどさ、透明のさ、短いやつが欲しいね。うん、もしあれやったらこれ貸すわ。あ、オッケー。うん、2000円するからさ、いらんやろ、この。そんでもいい。え、そうやね。カッパ高いよな。カッパ高いな。俺もゴルフ用のカッパな。18,000 円ぐらいで買ってさ。どんだけええのかな。めっちゃしょうもないね。あれ、ブランド料多分15,000ぐらいです。え、どこ？テラミド。テラ。テラミド高いよ。ちょっと前回と天気違いすぎて。どない中心にはならんの、うん、マジで爆風とか警報じゃなかったらいけると思う、うん、ポンチ売ってるのは多分ファミマだけやね。なんかファミマ今服頑張ってるよな。ファミマの半ズボン、あ、売ってた売ってた。昨日あの人気商品みたいな。マジで、うん、買い取ってや、今度売ってんやと思って、うん、なんか俺なんかで見て TikTok やったっけな、めっちゃええやん思って買おう思って、うん、でも全然売ってないね、うん。あ、そうなん、人気なのかな。ファイマーああいうの出してくれて助かるよな、最悪ズブラなんて周りとか全部買いそう。そういう人が買いそう。俺ファイマーの靴下初めて買ってんやん、うん、結構ペラペラじゃない。あ、そうなん、買ったことない。あ、ま、俺この間もう仕事でズブラなんて買ってんけど、お黒のやつ、おそれはペラペラやった。ペラペラやろあれ、何やろ、あかん。え、でも分厚いやつもある、ファミマカラーです。 あれは分厚い、あれは分厚い、あれが履き心地いいってみんな言うてる。傘も買いたいな。傘は邪魔やった。傘してるやつ多分おらんで、おらん、おったらちょっと多分邪魔、うん、邪魔、下に当たるやん。俺が自分自身邪魔じゃなくて周りが邪魔、周りが邪魔って思われるか。目つくわ。俺が持っとくの邪魔とかじゃなくて、そんなんちゃう、人様に迷惑かけたり、どっちかやったんだ。俺が邪魔。え、このシャネルの香水めっちゃ外国人っぽくない？ほんま？うん、匂い。バリーね、空港の匂いって感じ。薄まった時ぐらい思っていいんじゃん。今きついわ。
る時に、全然いける。こういうもともと香水のきつい男の人でも女の人でも結構苦手やねん。そつくね、自分人にバリ言うねん。じゃあ人のって言うてん。俺何が人ねん。何プッシュ。え、俺今日、うん、俺今日4プッシュした。やばい。俺より多いやん。2やだ。俺俺より多いやん。俺のやつあれ匂い薄いねんな。あれ薄い。思ってるだけ薄ない。全然匂い無理の薄いのに香水に薄いもんな。おないちゃん。そうなの。ないわ。マジラのやつあれ薄いんちゃう。薄ないわ。周りが匂いしとんねん。コンビニ寄りたいな。お腹すいた。同じくお腹すいた。ウコンのもな。ハイパーのやつな。ハイパーちょっと高いやつな。ちょっと高いやつ。お前あ無理か。俺無理やね。ありがとう。それか俺運転するか飲みや。いや小物な。何がやねん。シラフであのテンションになれるから いいとこやん。一番長所やん。びっくりした。フルチンと同じこと言うかと思った。だってお前のええとこは、うん、酒飲まんと車運転できるところやん。足になれるところやんって言って。足もありがたいけど長所はシラフで飲んだ人と同じテンションが長所やん。飲んだら逆に落ちるもんな。なんでそんな飲まれんの。知らん。昔からかけ親父と兄貴は強いねんけど上一番上めっちゃ飲むらしい。えぐいで。この間ボーリング大会行っとってんや、うん、みんなで、うん、あのハイボールのカンカン一人だけもレベル違う量空いとったからな。テーブルいっぱい。そんなボーリングできんの。俺出来上がっとったの。そんな酒強ないからさその感じが分からんねんな。飲めば飲むほどおもろなっていくんかなとか分からなかった。もう2杯ぐらいであもういい感じ、うん、めっちゃ飲む人ってあのグデングデになったことないん。あるある。ぐでんぐでんの前にさ頭痛なれへんもん。なるな。なるよな。しんどなってくるよ弱い人は。あ傘あるやん。傘持ってよかった。どんなやった行こうみたいな。うん、なんかばあちゃんくんの楽しみにしててずっと昨日からばあちゃんくんで明日つってて、うん、結構おもちゃとかグッズ持ってきてくれて昨日100均買いに行って暇つぶしグッズ、うん、それ開けれるから楽しみにしてた。おー何時間持つかやな。2時間は猫かぶってると思うで。でも今日朝起きるの早かったから眠なるかも。眠なって機嫌悪なる可能性もある。家やったらでも眠くてもそんな機嫌悪なれへんから。外やったら機嫌悪なるけど歩いたりして。これ俺今年入ってトップ10に入るぐらいテンション上がったことあったけど。何昨日おお金拾った違うジミー大西みたいな。そうそう俺も見たことあるんだよ。えおるんちゃんよあっこに多分住んでんねん。俺な信号待ちでもうほんま帰って車止まっとってやん。ジミー大西似てんなぁ戻って見とってんやん。こっち顔見たらマジでジミー大西やってん。だから俺結構好きやねん。あの芸人でもう5本の指に入るぐらい好きやねん。いやおもろいで。おもろいけど、うん、あってテンション上がる芸人ちゃうな。え俺めっちゃ上がってんでめっちゃそれ着込んでるやろみたいな黒の T シャツ意味わからんピンクのカゴ持っとってやん。カゴの形もなんかバリ特殊な。えそんなんまで見れたの。え、うん、あっち歩き。あっち歩き。あっち歩き。歩きで信号待ちしとってだるそうな顔で。だるそうな顔待ってみたいな。結構前からおんで撮ったな。そういや今日寿命にしみたみたいな。めっちゃ嬉しかったもんな。昨日寝られへんかった。5時に起きてん。えじゃあ今日5時から起きてる。え5時から起きてん。なんかあーちゃんの携帯で見たいとか言い出して、うん、まあ耳栓してるんやけど、うん、なんかもうやかましすぎて、うん、なんか音小さくしたら聞こえないとか怒り出してさ5時半ぐらいに10分我慢したけどちょっとあーちゃんマジで眠たいからさ、うん、父ちゃんとこ行ってくれるかリビングで寝てくれへんって言ってもうこっちも寝ぼけながらおいしいうんとか言って携帯持って行って。あの後どっち行ったの。そもうリビングずっと俺の横でずっと俺の横で大音量で動画見とったね。で昨日はさ映画見てんやんか寝る前。おですっごいハラハラするやつやって。おうネットフリックス。うん昔のやつやねんけど。あ昔目覚めて思ってさネットフリックスにあんねんけど。なんてやつ。え何だブレイクダウン。えブレイクダウン。ブレイキダウンや。ブレイキングダウン。ブレイキダウン。ブレイキあブレイキダウン。97年めっちゃおもろくてさ一生ハラハラしてさ寝る前にこんなん見たかも思うて。俺寝てもうたけどな。えこのおもろい映画で寝るって思ったんやけど隣見たら寝ててさありがちやねんけど話はさ、うん、おもろいおもろいマジで見て好きな系でも SF? SF とか全然関係ないただのアクションアクションサスペンス。あサスペンスミステリーなんかちょっとあのえなどうなっていこうみたいな感じ。おもろそうやな。
くておもろい。え、なんかほんまに昔のやからシンプルにおもろい。いらんあれがないから。あれは最近見たで、あのおすすめしたやつ。あ、おすすめしたやつ見た。おもろかった。大どんでん返しの親父が結構だけで、それめっちゃおもろいやろ。おすすめやったやつじゃん。そう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 、あれめっちゃおもろいやな。エンドブロード、じゃあエンドブロードじゃん。エンドブロードはあのめっちゃサイコパスみたいな最後。うん。じゃあなんかあのすごい寡黙な親父が毎日会社通って。うん。え、ちゃん。そう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 。それあれめっちゃ好き。おもろかった。あれおもろいな。あれはもう出だしからおもろいやん。せや、最初でも俺これバグってんかな思って、なんか何回も同じの繰り返されて。ほんまやん、バグってるから。え、俺ほんまに、え、なんかこれミスってんちゃうの。あれでバグは思わなかったな。そういう設定なんやろなと思ってよ。マジで目見えへんおじいちゃんに、うん、なんか若者が強盗で入んねん、うんうん、後ろ後ろ、え、ほんでおじいちゃん実は見えてた時な、やんねって入ってきた若者を逃がさんように捕まえていくね、うん、うん、もう悪いやつらが入ったつもりがじいちゃんの方が悪かったっていう。そう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 。ドントブリーズ、ドントブリーズ、後ろ知らん、昔の映画、うん、めっちゃ最近、面白どうどうすんの。え、知らん、ちょんちょんちょんですね、曇り乗ってんねんけど。いや、夕方から曇んねん、たぶん、やむねん、6時とか5時から。もう10時から曇り乗ってんねん。ウェザーニュースだ。いや、ヤフーニュースやろ。ヤフーって見たって。ヤフーは、わからんって。この幕式は、この天気でこの幕式で、なんか真っ白や、曇りが見て。ファミマにさ、マジ誰でも使えるようなサングラス売ってたら買うんじゃん。レイバン。いや、そんなんじゃなくて、な、要はドンキとかに誰でも使えるような感じ。1000円ぐらいで。そう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 。あ、今日忘れたみたいなのよ。そうそう、誰でも似合うような形一個。安いものとか1000円にする。いや、嬉しそうやけど。何やったら邪魔持っていくのよ。あ、そうなんや。あの、カバンとかあったら入れれるけどね。うん。けどよ、絶対今。南に寄せてよ。え、南にあの近づいてるから寄せてるけどよって俺言ってた。言ってた、自然と出たわ。南はさかに言ってるから、近づいていってるからな。寄せていってる。何やねんけと、何やねんし、量はちゃう。今日雨やから、やねえ、やっとんけんみたいな言うやん。それは言うけど、息しとんけん。息しとんけん。全然ちゃう、南大阪の人の喋り方。やしいって言うか、何々なんやしよ、よう、なんかつけすぎやろ。なんかよう、なんか笑われんねん、何々。いや、なんかキレてる時に、うん、うるさいんじゃよって言うねん。何じゃよ。うるさいんじゃよは言わんやろ。じゃよって何やねん。じゃよって言うん、ほんまに言うん。自分がよう言う、うるさいんじゃお前みたいな言う。うっさいんじゃいじゃない。そう、なんかこう、そう、なんか言葉の、え、うっさいんじゃいお前って言うんやけど、じゃい、じゃい、うっさいんじゃい、え、うっさいんじゃいお前みたいな、よ、よ、うっさいんじゃいよ。え、やばいな、それは。やばいやろ、やばいな。普通にキレてる間に笑ってもらうから、ね、じゃいよ。ほんでな、ナチュラルやからさ、お前何笑ってんねん、こっち思ってんのに。ニヤニヤしやがんねん。じゃいおて、うっさいんじゃい。ジャイボケはわかる。いや、ジャイもキモいね。ジャイも、ジャイも笑う。ジャイはなんか優しいやん。ジャイやったら多分イラッとせん。ジャイオはなんかキモって思うし、なんか腹立つし、ダブルで来るやん。ショーン・キングストンでも言うやろ。ジャイオそれ、それだ。ジャイオって言うやん。ビューリーコが、ポリコが言うてんの。しんど。それででも笑うのはあかんの。え、じゃあ笑うっていうか、ああ、ちょっと何やねんそれ、頭で笑うんですっけ。そうか、うんざりされる言葉をバカにしちゃうんだ。だって顔真っ赤だから本気で怒ってる。次それ言ったら、ショーキングソンのトコゴンちゃんね。一戦じゃよ、ビュー。仲良くなれんじゃん。そんな言えないよ。ガチで怒ってキレてる時に笑って終わりってなったことないんやけど。あ、ない？うん。度合いによるな、でも。
軽いやつ。軽い、まだいけそうな。そうそうそう。本気のやつは多分無理やと。本気のやついけるやつだったら紹介してほしい。これやれば。ごつやろ。三色銀ごつやろ。3本やで。これ3、これ2、これ0。もうそれ0って何煉獄やんそれ。腹ごしらえして、序盤は別にあんま知らんから、しょっぱなデフテックじゃない。うん、今回はデフテックトリやから。え、トリな、トリやで。栄一姉さんのデフテックがな、後ろの方で後ろ、もう最後から、だから最後忙しいから、ステージがデフテック栄一姉さんで、まだ、あ、そういうことで、大移動始まる、移動始まるんで忙しい。うん、キックザカンクルはでも昔よう聞いとったからわ、うん、な。大体昔のマルシェ歌ってくれたらまあ間違いないよな。スイーツは分かるんかも、昔のな、うん、意外と1個それ2個目2個か。いや別に探してないで、何食おうたんかなと思って、うん、危ないから食べてから行けば美味しそう。それ焼きおにぎりでネットフリックスのさ、うん、サンクチュアリってしてる。うん、そのままね、おもろいね、あれ見てみて、何だろう思って。おもろそうやもんな。うん、確かに、うん、ずっとランキング1位のトップ10入ってる。いや、俺ピエール滝めっちゃ好きやね。普通出てるやつおもろない、結構めっちゃ悪役多いよな。うん、ピエール滝、はい、おいしい。これ元気グルーヴのメンバーで、あ、そうそうそう。え、おもろかったっけ、怖くなかった。怖い、怖いけど、まあ怖くやったっけ。あれやろ、あの北海道の警察の話じゃん。それ凶悪やんな。ちゃう、あれは、え、これはあの、あれのゴムみたいな。そうそう、あれちゃうよな、名前も。凶悪あの場合、おじいさんにめっちゃ酒めっちゃ飲ませて保険金かけるやつやな。なんもんないな。もうめっちゃあれテンション下がったし、怖すぎて。あのゴムのやつも、はい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 、あれも結構テンション下がった、怖かった。日本の映画ってあれの上やな。うん、暗い。あ、もうリリー・フランキーな、怖くない。うん、リリー・フランキー怖い。なんかこっちゃな、あれ、それ、ど、え、それ凶悪、凶悪おったな、リリー・フランキー。おったおった。え、どっちも出てたんちゃう。俺も思って北海道のやつあれちゃう、日本で一番悪いやつだから、なんかそんな名前、そんな名前。あっちの方がまだおもろいっていうか、まあまあ凶悪より見れるわ。いやな、うん、まだな、うん、なんかちょっとポップさある、うん、ちょっと言っても5、6年前ぐらいじゃん。5、6年前、ポップチュアリはもう、ね、結構笑える、笑えるとこもあるし、泣けるとこもあるし、泣けるとこは今のとこないけど、怖いね、全然怖いね、全然怖いね。アウトレイジとかでも見られへんやん。え、そういうの大嫌い。こんなんちゃうで、マジで。あ、お相撲さんのルーキーズみたいな感じかな。ルーキーズ、いや、熱いみたいな。いや、そんな熱くもない。スカッポ系、あ、それはいいな。スカッポ系もある。ああいう薬事系とか見られへん、マジしんどくなる。なんか病んでくる、しんどみたいな。あの、あれでも嫌や、お笑い、笑い系の、あの、岡田のさ、ファブル、え、ファブルの悪人系とかも、ファブルもさ、なんかさ、ゴミ処理場に落としかけたりするシーンとか、マジで怖い。ヨーグルト怖ないんじゃん。え、でもね、昨日そのアクション系見て、なんか行方不明とかがさ、アメリカ多いや、誘拐とか、それすっげえ怖いとか。アメリカの映画ってよくさ、村で全員警察とかをさ、グルではめたりとかする話あるやん。おおおお、そういうのがマジでありそうで、嫌だ、ほんにありそうと思って。その警察官がもう悪くて、で村人に、なんかその食警官的な。そうそうそう、だからアメリカは理解もあるよね。アジアもあるやん、ああいうやつ。あるやん、そう、言うとかやせろとかさ、子供産んでからそういう誘拐とかちょっと怖いかも。だからそこあんま子供おらへん時って反応せえへんかって、やっぱリアルやん、近場に子供おるから。確かに、なんか大人になったらこういうのになるよね。そうやね、俺ゴミやと思って手出したら、こっちゃいねんの。ホワイトニング代出せよっていうやつ。あそこ
コしてる時、パリ爆笑してさ。あ、イカスミのとこだ。お礼は。あとスーパーで、まあ、頭悪いし。だ結構ね、あの、拾わせていただきました、温泉。恐竜のとこ行って、拾わせとんなみたいな言うと、全く記憶ないねん。拾わせていただきました。え、ほんま真っ直ぐやで。これで、お前ナビするって、やばいって。俺何も分かってへんから、これ見て、じゃあこれ見て、あ、まっすぐやなっていう、もうナビいらんなって思うけど。そんな、ずっと長いぞって言われんのも。なんて言うの？分かってないよ。え？もう無理に怒られんねん。東にまっすぐと出んねやって。東、西とか分かる？分かれへん。太陽、みんな分からん。え？太陽の道。トライアル行く？入りやすいとこやったらなんでも。トライアルやったら絶対あるやろ。え、どうする？うん、行って行って。トライアル、トライアル初めて来た。トライアルってあるんや。あ、ファイマーあった。どうも、でもめっちゃめんどくさい。だるかったコスモスでもええね。いや、売ってない。え、ほんまに？薬局はトライアルの方が、ウェルシアやったらもしかしたら売ってるかも。ウェルシアも売ってないんだ。コスモス結構いろいろあるって。え、行ったことある？トライアルって何でも売ってる。何でもあんねん、ここ。あ、そうなんや。ドンキだよ。そうなん。ドンキと江南の融合みたいな。え、これあれやな、カトパンの旦那の。違う。え？違う。それ違うやん。え、違う。それロピアやん。ロピアなんや。え、トライアルやろ。違う。トライアル知らんかったくせに、なんでそんなんや。え、ニュースで見たことあんの？そういう、あの、でっかいスーパーの経営者。じゃ、寒そうやねんな、トライアル。めっちゃな。コンビニも一緒やん。え、コンビニって一緒やん。もうどうでもええわ、俺はあるから。え、俺はあるからどっちでもええねん。そういうやつおるよな、自分がさ、もうあるからええわいうやつな。これ全然たどり着けへんけど、フェスにトライアル。今日こちら、ウコンを飲みたいと思います。乾杯でーす。ドナさん、運転ありがとうございますけど、いただきます。ネバヤンは聞いてるん？この1年で聞いたん？聞いてない。ネバヤンいつのやろ？ネバヤンは2時55分。お早めやん。あ、一応送っとく。次は夜な夜な。ではこれが、モヒートのコップ。